おはようございます。ハワイとコーニャです。ギズモくんです。あ、行っちゃった。シホちゃんほど懐いてくれないんですよね。シホちゃんはこんなね、もうご飯くれご飯くれって、さっき寝てもギズモくんやっと撫でたんだよね。お腹空いてて食べたいってやってきたの。かわいいね。よし、出かけます。改めましておはようございます。ホワイトコナです。本日は1月の26日今日は金曜日です。ウィークデー最後なので、ちょっと世間がバタバタしてますね、きっと。朝の今現在7時57分でございます。ここはね、皆さんそろそろ今回は慣れてきたかなと思うんですが、コストコロードではなくて、カイミナニドライブ、空港ロードですね。姉さん家に今宿泊中なので、友達ん家に、コストコロードよりもここで、このカイミナニ空港ロードガーッと降りてハイウェイに出ると、タウンにねアクセスしやすいのです。で、今日は、朝今8時前に動き出したのは、朝のちょっと仕事が突発が起きない限り10時11時なんですよ。それまでちょっと時間があるので、というか作ったんですけど、ちょっと久しぶりに波に乗りに行きたいなと思います。うわ、ここ混むんだ、知らなかった。ここ私の通勤ルートじゃないんですよ。私の通勤ルートはあのパラニカコストコなんですけど、そうだよね、今もろ通勤通学の時間ですね。あとあのスクールバスがあると、こっちってあのほらがっつり両車線止まらなきゃいけないからめちゃめちゃ渋滞するんですよね。そしてね、さっきからものすごい重低音聞こえるんですよ。皆さんに聞こえるかどうかわかんないんですけど、なんか頭に響くようなこうズンズンドスンドスン、これね間違いなく後ろの車だと思うんですよね。最悪。あの後ろにね、あのめちゃめちゃリフテッドっていうんですけど、あのリフトされた、わかります、あのなんていう の, あのトラック、ピックアップトラックのこうすごい全体こう持ち上げてるやつ、あのあれ、あのリフテッドのやつってすごいこう高ければ高いほどあのイケてるって認識されてるのは全米でもハワイだけなんですよね。あのすごいハワイティングです。ハワイのあのなんていうの、流行りというか、あの若者というかね、はい、あのメインランドでそんなの一切見たことないんですけどね。でそういう彼らってあの大体リフテッドでの人たちって子たちかな、人ってよりものすごい重低音で、うわ私の車響いてるもん今、うわ最悪、すごい今ねハンドルとかがズンズン重低音で響いてます。どんだけっていう、ものすごいこう何スピーカーでこう大音量で重低音聞かしてドンつくドンつくヨーメーみたいな感じでねやってるんですよね。何がかっこいいんだろうって思うんですけど、一部の女子にはキャー素敵ってなるらしいですね。まあ全世界共通ですよね、そのそういうなんかこうね、一部のこうこう受けする、一部の俺ってイケてるじゃん的な価値観まあそんなことよりね、とりあえずまあ空港間もなくでございます。今日風弱くなってるといいな、波乗りしたいな。だってもう私どれぐらい入ってない、もう3、4日、最近めちゃめちゃ仕事してますよね。皆さんこんなに仕事してる私見たことないんじゃないですかいや仕事してる時動画回してなかっただけなんですけど、まあでもね、ぶっちゃけ言うと、あの大きな子供の世話をしなくていい、ね、メンタルのストレスがない、これものすごいね、ものすごいプラスです。あの仕事にも、ね、趣味にも、もう人生にも今もう本当に幸せでなりません。良かったなと思います。じゃあ
階段行きましょう。あそこがね、皆さん新しいあれですよ、新しいガススタです。ではでは続きます。まだまだこれから。めっちゃ綺麗ですね今日も。いや今ね、タウンに波乗りに行くつもりでいたんですけど、 100% ちょっと今めっちゃ急に気が変わって、通り道だからちょっとパインズ覗いていくことにします。あの前の家からだともうタウンに行くかパイントリーズに行くか2択だったんですよね。まあまあもちろんパインズ寄ってから行くってのもありなんですけど、そうするとねちょっと方向が違っちゃうから、すごいめっちゃ遠回りだったんで、もう朝家を出る時からタウンに行くのか、まあ、パインズに行くのか決めていくって感じだったんですよね。 ところがまあ、あの今姉さん家に泊まってて、今タウンにがっつり向かってたんですけど、あこれなんかただの通り道じゃんって思って、方角をなしで通り道じゃんということで、あのもうめっちゃ久しぶりすぎる、ちょっとホームブレイクにご挨拶に行きましょう。多分ね良くないと思うんだよね。であとね、インサイドで遊べるかどうかなんですよね。私今多分これぐらいのサイズだとちょっとミドルサイドとかでこうなんかね、なんかリフォームブレイクで遊びたい感じなんですよ。なんかもうアウトまでこうなんか頑張っていって、根性入れていって勝負みたいな、そこまでの体力と気力ないんで、あ嬉しい、元気ですね、自動ドア注意いやいやいや、そうそう、だからあちょっと待って角度少し変えますね。何の話でしたっけ。あなんか白波が見えるっていうか、あそうね、そうそう、だから今ねあんまりこうデカ波にこう向かっていくぞっていう体力も気力も、あなんかいや行くのやめようかな、いやここまで来といてなんだよっていう、めっちゃ今岸壁に当たってこうね、岩に当たってこう波が砕けてしぶきが上がってるのが見えました。こうなんか東映のオープニング的な。ダメですねやっぱタウン行こう。でもいいや、見るだけね。久しぶり。もうあれでしょ、あの笑っちゃったのが本当にあのご視聴者様の皆さんがね、こうなんか一時ほらこれ私のルーティーンだったんでね、毎日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 まあここを通ってね、仕事波乗り行ってきまーってやって、で仕事行ってアリドライブねちょっと舐めてみたいな、ここ一回も行ったことなかったのに、毎日このパインズのこのくちゃいっていうところを通ってたら、初めて旅行で来た時に既視感がすごいっていう、なんかただいまぐらいの勢いになるっていう嬉しいです、そう言ってもらえると。もうよもやま話なんですけど、あのワイキキのね、そうもうすぐワイキキなんですよ。どうしよう、支度しなきゃ。なんのって感じですね。なんもないな、ないですねまあ帰ってくるんでね、またどのカバンで行くかなぐらいですね。スーツケース持ってった方がいいのか、持ってかないな、うん、だって今回ハワイアンだからマイル使ったんですけど、ハワイアン確かチェックバッグですよ、あのお金取りますよね、ですよね、ですよ。うわすごい、やば、いやー白いしぶきが、っていうか誰にも会わないし私ね、前も後ろも今一人さっきすれ違っただけで、これ波が良かったら人にすれ違うんですよね。はい、アイラブ湘南、元気です、よかった、嬉しいな。そうそう、波が良ければねみんなにこうすれ違うんですよね。でよーみたいな、おはようどうだったとか、早く行きなめっちゃいいよとかね、誰一人すれ違わないから、いやそういうことなんですねきっとね。ちょっとねなんかおば散歩っていうか今日の、うわーすごいな、いや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 、
危なそうな感じだわ。すごいね。おほほ。すごいすごい。煙ってますね。誰よこれ、324とか言ったの。嘘ばっかり。できるレベルじゃないじゃんね。うわー、なんかこれ完全クローズアウトですね。楽しそうですらない。綺麗でもない。いやいやいや、ちょっとここで U ターンしてもいいですか。怒らないよね。ちょっとまた来ますので、ね、明日にでも来るかもしれないんで、これかなりのスピードで落ち着いてきてるから。はい、終了。ちゃんちゃん。あとでね、ちょっと時間あったらカハルでおば散歩します。うわー、すごいすごい。ちゃんちゃん、ちゃかちゃかちゃん、ちゃかちゃかちゃん。そうだよね、みんな帰るよね。あなたも ?Yes。そう、ワイキキでね、波乗りします。だって波なさそうだから、小さそうなんで、もう絶好ですね。いや、この冬すごいですよ。ずっとなの。こんな、ずっとこんななんて、ほんと、びっくり。過去にこんな冬あったかな、うん、こんなね、なんかもうだってかれこれ1ヶ月ぐらいずっとこんならしいですよ。友達曰く、もうでかすぎて波乗りできないって。あ、ここがやられ始めたんですね。だいぶステッカーだらけになって。うわー、久しぶり。これね、素敵ですね。ふわららいさん、おはようございます。ね、よし、タウンに行きます。タウン行こう。でね、急ぐ旅路じゃないので、もう決めてます。あ、でもどうしようかな、どうしようかな、どっちだよ、決めてます、どうしようかなって、ものすごい矛盾。どっちやねん。バビューンってハイウェイで、行っちゃうか、アリードライブ経由で行くか。アリードライブで行こうかなと思ってるんですよね。なんかあんまりコンディション良さそうじゃないしね、なんか急いで行ってなんか早くしないととか、そんな感じでもなさそうだから、よし、ちょっと考え、わ、ずいぶん家だったな。ここ混んでますね、小花駅。いや、すごっ。ちょっとこれ10ミリオンとか15ミリオンとかで売ってるんでしょ。もうどうなってんですか本当に。しかもね、ハワイの人じゃないしね、ローカルじゃないんですよね、メインランドの富豪たちが。うわ、すごいな、こんなとこまでガン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 立っちゃって。あらららららら。よし、ではでは、ちょっとタウン向かいます。行きます。はい、というわけでバビューンとここまで来ました。おはようございます。金亀さん、ご資格の方いらっしゃいますか。シーン。ちょっとね、今ずっと考え事してたんですよね。昨日これからもうずっとこれ回しっぱで、回しっぱっていうかジャックさんのところ行きたいなと思って、癒されるし、ちょっとね、ジャックさんラッキーチャームですね、やっぱり。この間もちょっとジャックさん参り、参りモーデ、ジャックさんモーデしたら、ちょっとやっぱり、仕事がめっちゃいい感じで進んでるので、これジャックさんパワーにあやかってるんじゃないかなというふうに、勝手に理解。大事なことかなと。なので、ちょっとまたジャックさんに癒されに行きます。波すごい、うわーすごいね、ほら、うわー、バッシャンバッシャンね。おお、なんかゴーとか言ってますよ、まだ。
朝結構ねここ空いてるからね、こんな朝っぱらからアリードライブ走る人は少ないので、意外とね朝のアリードライブドライブは結構楽しいですね。あーなんかちょっと胃が痛い。大谷さん飲んだんですけどね、あれなんか立ててる。今テナントがついにあそこに入るっぽかったな。あの昔の何サンフランシスコベイみたいなあのコーヒー屋さんがあったところ、ちょっととりあえずなんか私のよもやま話する前にちょっとジャックさんに挨拶する。ジャックさん、本当ジャックさんこのね不動の笑顔ね癒される。おはようございます、ジャックさん。あざーす。今日も一日明るくいきます、元気いきます、よろしくお願いします。はあ、いや幸せが逃げるよため息つくとって言うけどさ、ちょっと Are you ready? いいの愚痴っちゃって。いやでも愚痴とかじゃないんですけどね、ちょっと思いの丈、あんまりこう一応分かってるんですよ、こうインターネットだから世間にさらされるよねっていうね、でなんかそういうの聞きたくねえんだよみたいな人だっていることも分かってるんですけど、だからちょっとだけね触りだけ言うと、昨日ねちょっとあのお友達とこう晩ご飯食べるっていうのはあの息子ちゃんとねって言ってもあの義理の息子ちゃんなんですよ、あの実の子じゃないんで、で要はその加害者と言わあえて言わせていただきますけどの子供なんですよね。でですけれども彼が私の脱出のサポートをしてくれたわけ でその時は彼はものすごく怒っててね、あの要はこう母さんになんてことするんだこのクソ親父ぐらいなレベルで、ものすごいこうね本当に太郎と私をサポートしてくれて、もう涙が出る思いだったんですけど、今思うとどうやらその日に何か奇跡の力が働いていたという感じなんですよね。だってその後結局あの全然そんな感じじゃないんで、で何が言いたいかっていうとね、あの彼からすると、まあ簡単に言うとね、親父とのこともセスとのことも結局誤解だよね、お互いのこう気持ちの行き違いで、だからお互いにこうね今となっては、だって誤解じゃないし気持ちの行き違いじゃないから謝罪もなく ないわけだからね。終了。あちょっと気持ち切り替えなきゃ、よし切り替えるぞ。 Yes 煙ってますねこれ、波だ。はい、ラマツまで来ましたよ。うわ激込み、なんじゃこれ、絶対行かない。ほらもう止めらんないもんこれ、すごいね。うわすごい、やば、なんですかもうこれ、すごいよ。30人ぐらい入ってた。いやーなんか嫌な予感。8時半になっちゃいましたね。でも8時半、さっきね50何分でしたもんね。まあ30分40分ぐらいね、いいドライブでしたね。ちょっとぐじぐじすいません、ぐじぐじっていうかあの本当つらくてしんどくてはい、というわけでね、どういうわけあーよし、厄払いしようね、海に入って厄払ってこようっと。いやだってね3日ぐらい前から本当めっちゃ運気が上がってるんですよね。運気じゃなくてなんかいやまあ頑張ってるとそれがまあこうねペイオフするだけなのかもしれないけど、あの仕事がねすごくビジネスが今めっちゃいい方向に動いてるし、そうそうあのねいい方向
ハワイは最高だけど、太郎がいないともうダメですね。うん、ハワイ島は最高ですけど、あと波乗りも最高ですけどね、一年中あったかいから。日本でね、私多分もうゴールデンウィーク明けぐらいまで波乗りできないですね。もう寒くて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 平たれですから。ずっとサーフィンもできないよ、寒いよ、でも日本でいいのって言われたら、うんですね、 Yes。 だって食べ物安いし美味しいし、太郎がいるもんでね。太郎を連れてあんな思いして、あの子にね大変な思いさせて日本まで引っ越してったから、またハワイに連れてきたりとかね。でハワイに来たら私と2人になっちゃうからね、遊んでくれる人とかジージバーバーもいないしね、寂しいじゃないですか。だから今太郎めっちゃ幸せだからね、私の両親もいてね、あんなとこへそパッカーンして、へそ天パッカーンで毎日構ってもらってすごく幸せだから、だからいいの、太郎の幸せが私の幸せです。あー太郎に会いたいよ。あの子ほんといい子、あのガーが会わせてくれた天使様。なんか太郎って面白いから、なんかこうハッピーになれるんですよね。だいたい面白いでしょ、ふってなんか気づくと床に転がってんですよ、やってくるんってなって、お手手がこうねお手手とあんよがこうくるんってなって転がってこう見てるんですよこっちお母さん I'm ready って言って僕はここだよって遊べるよってあ笑っちゃいますよね、ほんと可愛くて。さてこれからの問題は車を止められるかどうかです。さあ止められるのかな、どこに止めたらいいのかな。車を止められない、止められない、止めるところがない、どこに止める、あの人がいなくなってくれたらいいんだけど、あここ止められるじゃん、はいここ決定、はい、U ターンしたらそこに止めます、あそこも止められる、はい OK です。今車を止めて、止めたらあそこにトローリーさんも止まって、わちゃわちゃわちゃってたくさんあのツーリストの方が降りてきました。やっほートローリーさん、またね。というわけでちょっと水に浸かってきます。マナーをいただいてきまして。